来る前に。あ、おパンダちゃん来た。パンダだよ。こんにちは。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ひろさん、はじめましてじゃない。本物のひろちゃんや。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、いつもいろいろ。では行きましょう。行きましょう。で今日歩きながらねお話しすると、はい、本当は M さんの提案で三つ野さんをドッキリする。そうそう、なんかそれを聞いて。聞いて。で、三つ野さんがには M ちゃんが来ることを内緒にして、うん、それで、まあ三つ野さんをびっくりさせる、急にメイドの姿でそれで現れて、あのメイドで給仕の人を装ってはいどうぞって渡そうしたら、はい、M さんいたのっていうドッキリのはずだったんですが、うんうん、まああの収益が行っちゃったんでね、M さんね、それで M さんが急にドッキリされる方になって、三つ野さんはちょっと急なまあご不幸があって、はい、来なくなっちゃったみたいよって、はい、ミッチが来ないって。はい、ヒロちゃんに騒いでもらって、うん、呼んでもらって、あ残念だけど4人でやろうねって言ってるところにちょっとしたら、はい、三つ野さんがパンダのお面をかぶってきます。パンダ劇場さん来てくれた、ありがとうって言ってパッとやると三つ野さんで花束をおめでとうっていうプレゼントするというそういうドッキリで、はい、まあうまくいけばいいですね。うまくいくといいですね。花屋さんすぐそこでね。ありがとうございます。合わないよ。みんな入ってるとやばい。はい。で、ほら、ふくちゃんもうちょっと。ありがとうございました。こんなんから落ちるの、街に入ってる。俺いいんだよ。俺来てんだよ。もう、これでいいって言うたよ、今日。ね、待ってんの？待ってない？どこ？動いてるよ、23、20って。あ、本当ですか、うん、ありがとうございます、うん、それでは、M さん、乾杯しますか。嬉しい、します、します、うん、よかったですね。本当にありがとうございます、素敵なメッセージを。ミッチーさんね、来てくれればよかったのに、残念。仕事で、長期で。じゃあ、私の方で開けさせてもらいますね。よいしょ。じゃあ、ロンド M さんのお祝いでね。いや、もうソムリエの。ねえ、飲めてよかったね。どうも。よいしょ。観客持ってきてくれなかったな、今。釣りにくいな。嘘だよ。なんか、準備してたし。ミッチーを踊ろう。ミッチーの、ミツノさんが。どうやって驚かそうとしたの？どうやって驚かそうとしたの？ミツノさんが、じゃあちょっと、あ、でも内緒にしといた方がいいですよね。もしかしてもう一回機会があるかもしれない。ないじゃん。ないよ、そんな。でも出張はね、よく来るってね。だから、そうなの、うん、前はね、月に何回か来てたんだけど、あれでしょ、秋葉原なんですか。じゃあそれを見たから、メイドカフェになってこようと。どうぞ、なってください、今。かわいい。って言って、サービスしようと思ったのに、サービスして、サービスして、お金払ってもらう。怖いな。熟女パブじゃねえんだから。熟女パブって言ったらいいよ。じゃあ熟女パブやろ。熟女パブやろ。ありがとう。ボトルバーだよね。お祝いだから。お祝いだからね。じゃあ開けますよ。
ありがとうございます。乾杯しますか。ちょっとつけちゃう。ひろちゃんの前につけて。今日はエムちゃんがやばい、共演されたちょっとあんたもうちょっと入ってる主役は今日はエムさんだもんね、ミッチーだったのに、ねね、でも、まあ、でも収益化行ったからね、そのお祝いですよ。ミッチーさんもね、そのうちみんなで会えるかな、ねね、じゃあ開きますよ、はい、もうちょっと前、ね、そうみんないろんな人の角度あるから大丈夫だ、ライブになってんの？私なんかライブになってない。なってない。はい、じゃあ今日のライブは今ひろちゃんも。これでたこれ。じゃあ今日はアジさんに集中してみんな行ってもらえるように。ね、はい。何見てねえの。まあいいじゃないですか。記録を取っとけば。アジファミリーの記録をね。いいですか、じゃあ。そろそろ、はい、大丈夫です。はい。映ってますね。はい、じゃあ。タロンタイムさん、収益化おめでとうございます。ありがとうございます。仮に作ってさ、もう亡くなった人みたいな。ミッチーもこれ。じゃあ、エムさん、おめでとうございます。本当にありがとうございます。嬉しい。皆さん、ありがとうございます。アディさん、ありがとうございます。ミッチーさん、素敵なメッセージ。仲良しにさ。もう、一応、人揃えたのでありますんでね。時期来ると思いますよ。じゃあ、じゃあご飯来る前に、ね、おパンダちゃん来た。パンダだよ。パンダちゃん。パンダちゃん。はじめまして、パンダちゃん。違う、声が違うもん。パンダ劇場さん。じゃあいつものやって。もうパンダさん座ってください。しばらくパンダさんでやるんですよね。パンダ劇場さんです。パンダ劇場さんに来ました。父ちゃんでしょ。父ちゃん。父ちゃん、はじめまして。父ちゃんは、著作権があるとか大変だよ。勉強、毎週いいんだよね。ずっと父ちゃんのキャラでいけるんだよね。助けてください。もう、やだ、めっちバレちゃった。なんかね、途中で嫌な予感で、だってひろちゃんにも、ドッキリのドッキリじゃないよねって言ったよ。ねえ、おかしいじゃん。私、トイレで着替えようとしたから。じゃあ改めまして乾杯ということで、今日の主役は M さんでした。そうだったの。いつも朝5時半に俺がみんなにメールを送ったの。騙そう。三つ野さんがやばいことに送っちゃったしょ、ね、重役室やべえこれ。来る時に来る時にあれこれって最初ね、こっちにパッと映ったの、やべえと思って映ったら、
でも一生懸命、いや違うよ、それはマリちゃんって書くんじゃなくて、ひろちゃんの間違い、名前も言っちゃった。もうそろそろ撮ってよろしいですか。うん、だね、神田劇場さんだ。次撮らせて。あなたは本当は誰なの。じゃーん。僕本命から無理だ。本命から。今日初めてね、さっき駅で会って打ち合わせした。そうなんですよ、ね、もうどうぞどうぞ。みんなからですね、みんなからのプレゼントです。嬉しい、かわいい。はい、エナさん、ケーキおめでとうございます。じゃあ改めて乾杯しましょう。もう十分ちょっと待ってる。ちょっとこちら置いてきます。アングルが超大変ですね、今日は。口つけてないから、飽きたら乾杯だよ。こっちで。紹介しますか。いいですよ、いいですよ。もう。暑い。ありがとうございます。暑い。いやいやいや。パンダ劇場。父ちゃん。パンダ劇場。私は今日はメイドカフェやる気満々で来たの。昨日のミッチのメイドみたいな、私は今日メイドになるって言って、いやメイドにならして騙したら悪いな。いやいいよ、いいよ、面白い。その福ちゃんの優しさが、いやどこまで早めに呼んだ方がいいかなと思ったんだよね。奥からの方が多分こうして、まあどっちでも。いやこれヒロちゃん、私受け取る、こっちで。これはね、こうだね。いいんだよ、お刺身。あ、なるほどね、さすがです。あれ5000円ぐらいで、俺と違うの。はい、これだけは話さないといけない。めっちゃ暑かったね。もうミッチーに会えない、うん、ショックってなってた。ショックってなってくれるとよかったな。今日の企画は大成功。うまかった。うまかった。でも何度もひろちゃんに言っちゃった。ドッキリのドッキリじゃないよねって言って。でもだ顔色一つ変えず。ゆうちゃんはここで騙せるかな、騙せるかな、悩んでた。じゃあ改めまして乾杯しますよ。しっかり頑張ってください。お花持ってきます。はい。ああ。待ち時間だいぶね。でも今朝の5時までは出演できればドアツアーで予定だったので。そこまで本当に知らなかった。知らなかった、全然知らなかったです。朝5時半だよ、俺はほとんど帰っちゃった。それよりまだ寝ちゃった。いいのね、すみません。ダブルドッキリの、ダブルドッキリよ。ネタがネタなんだよ、これは。運転中にゆめさんのお土産が出てました。ごめんなさい、まだ寝てます、あの時代。でもミッチーに会いに行った見た瞬間にどうしようかなと思ったけど、なんかそう、
そう、なんかちょっとね、下手な言い訳をされていて、あのエミちゃんとヒロちゃん間違えたんだよって、めちゃくちゃドッキリしちゃって、こっちあっちにおばちゃんが来た、おばちゃんとルミ子ちゃんが来た。ご飯もう食べる前に、はい、じゃあいただきます。いつもいろいろ味わうの。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。一応ね、ここで我々に言うと今やおばちゃん、おばちゃん来た、ルミ子さん、あの DIY ルミ子さん来たのようになりたい。おばちゃん、おばちゃん、ルミちゃん、ルミ子、あ、ルミ子さん、ありがとうございます。美魔女のルミ子さん、そう、ルミ子さん、そっちだからプレゼント、プレゼント、キャーバディちゃんだあのこれアイマスクなんだけど、ミッチーここにしてライブやって、カチューシャ、うん、カチューシャにして、カチューシャにして、あ、じゃあ今やってみようか。じゃあやりましょう。じゃあ食べましょう、ね、いただきます。醤油、醤油は向こうです、ね、なんか色違うのは一緒なの、うん、え、赤麺の方が違う、なんだろう、あ、同じじゃない、ただね、これ、ここやばったらいけるか、やばっていいですか、もちろん、はい、やだね、甘口醤油だね、入らん。2つあるんで味違うかもしれないね。あ、マジックケーキになってるすごいな、これ。これ。入らん。え、入らん。カチューシャ。子供よ。一応アイマスク。アイマスク？風船隊長。隊長も来てくれる。入らん。あ、いけるか。でも全然いけるか。あ、大丈夫です。なんかさ、それちょっとしかめ面のマリちゃん、そうなの、そうなの、怒ってるの、怒ってるの、これを結構怒ってきた、ミッチーがここにやってライブできるな放送事故、放送事故、超絶と遊んでる、かわいいよ、結構かわいい、やってるかわいい、暑いから怒ってる、大丈夫です、ちょっとだけつけるもうちょっと上にしていい、いや、もうちょっと上に、イケメンも邪魔しないように、あ、いやいやいやすごいな、暑い暑い汗かいちゃった、どこで待ってたんですか、ね、ちょっと途中から集まったら1階で待ってましたもん、1階の座るところに私も私でさ、ま、迷ってね、うろうろしてから三つのさんやばいな、で私も私でさ、こうトイレを探しながらミッチーに会ったら大変ってこういう感じだったんだ2人でこうやってた、店に何分ぐらいされたんですか、5分か、うん、5分過ぎか、その時まだいなかったっす、その時まだ外にいましたもん、ゆうのちゃんも来た、まだスタンド持ってきてない、そういうのスタンドアート、スタンド持ってきてない、私もスタンドアート、私もスタンドアート、立たないもんね、でも私も立たないじゃん、はい、どうぞどうぞ、でっかいんだ、それ立ちますか、スタンド、はい、あ、ちょっと、はいはい、すみません、ありがとうございます、全然飲めない、あ、あんま飲めないですか、出たいですけど、エムちゃん知ってる、エムさん、はい、あ、ありがとうございます、エムさん、あんまり飲めるとやばいよ、暴れるよ、暴れたあるよ、暴れましょうもん、大変なんだ、なんだパパちゃん、ルミ子さん、あ、風船隊長、ありがとうございます、あ、みのさんも来てくれてる。でね、今みなさんご挨拶中で、今日はアディージーキングさんのライブと、あと、みつのチャンネルも始める？いいじゃん。あ、僕だけのチャンネルの方？ん？チャンネル始める？やりますか？うん。じゃあみつのチャンネルもライブ始めたいと思います。今日の、うん、あ、はい、メンバー紹介をお願いしますね。メンバー紹介、じゃあ、福さん、もう、もぐもぐ、そうね、もぐもぐ、今福さんもぐもぐタイムだから、今日はわざわざ遠方から来てくれた三つのチャンネルさんです。三つのチャンネルさん、自分のチャンネルの紹介お願いします。どうも、はじめまして、ディズニードスジャンルは美容系元 YouTuber でございます。ただし最近は
やりたいことを勝手にやる特性が活かしているようで全く活かせてないチャンネルでございます。お料理もするんですよね。お料理もさせていただいておりますので、ちょっと今後もあのお得意ではないんですが、ちょっといろいろネタを仕込んでいきたいと思いますので、ミッチーは何気にお料理がお上手です。本当に上手だって。面白いんだけど、うん、調味料とかもこだわってる、うん、そう、調味料とか、そうです、だから意外にお上手。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ次は福さん今日の幹事をしてくれました、釣りクック福福マンさんです。はい、福福マンです。こんにちは。はい、釣り系 YouTuber ですけども、お料理もやってます。お料理、お料理、釣りとお料理メインの、本当はあの洋食で、あのデザートとかね得意なんですけども、お魚、そうみたい、どうしようかな、まあそのうち、あ、今回のあのハロウィン企画ではちょっとねデザートプリンだけ作ります。超簡単プリンなんでね、スイーツどうしましょうって感じですね。楽しみにしてます。11月のスイーツでぜひ。そうですね、すごいの作ったらヒロちゃんと私で食べに行く。それ決定。10月17日ハロウィン企画5時からと30日もハロウィン企画で、オンエアしますんで、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、次は、バイオリンが綺麗な音色とお料理も上手で可愛くて今釣りにハマっている石川ひろこちゃんです。ひろチャンネルの石川ひろこです。なんだっけ、バイオリンメインが、アディファミリーに参加させてもらってからお料理とかもやって、チャンネルでね、お料理と釣りもやって、奥さんに顧問になってもらって、釣り部長ですからね、部長なんで部長結構ハマりつつあります。ハマってる、ひろちゃんすごいハマってる、今ちょっと時間もなくて、ね、タチウオ始まったよね。あ、なんか釣ってみたい、すごそうじゃないですか。ヒラキ大喜利場で、松野さんが釣ったり、先週は雨の中入らない。ちょっと待って。今、三つの花は。22日に、リレーのランチ。ランチ、まあ、ハロウィンお子様ランチ。大人のお子様ランチ。誰もランチ。ちゃんとお子様ランチやってみます。自分の中ではもうメニューは頭の中に。ね、横にしたまんま、そう、サルマン。しなきゃいけないの、最初に。サルマンと。あ、ごめんなさい。そう、しないと。お醤油入れて。ありがとうございます。何を引っ張っていくというのもあるんだけど、引かないときは、ロックしばらくしてます。ってなっちゃうから。ね、なんか。あれって言ってるとね、男性はいいんだよ。そっちがさ、上から撮っていったら、女も撮るから、やっぱりなんか、事故になる人いるから。始まりの実際あるんだよ。映ってないと思って、インカメになってて、で、もろ、中を映って、電話してるから、そうなんだよ。気をつけて、気をつけて。そんな時に何か言われちゃうんですよ。いや、まあ、ライブ気にしないと。ライブ半年くらいダメだよね、ミスもね。エロとか、ね、著作権でやると厳しいな。お手術は食べたないかな。ミッチーの似顔絵を描いてくれたナオさんが来てくれました。こんにちは。今度お写真さんの買うんだよ。へー、楽しみ。お写真さんが描いてくれて、ライブでやってくる。みんな入らない。難しいよ、この本数距離。ミッチーも入って、ここの3人で
で時々書いたら、うん、こうやってそうこっちも書いてるよちょっと時々暗号書いてるかあ待って縦バージョンになってるからこれだと指が縦になっちゃう、あこれをじゃあこうこれいいかな、うん、YouTube つけてもらうこの書く前に書く前に全部なさらないとダメ、うん、ライトが縦になる、うん、そういうこと、うん、みんなご挨拶中食べモード食べてるよ、はい、お腹がほとんど食べ始めてる、うん、早い早いよお腹空いたんだよ、うん、空いたんだよもう朝から企画どうするかなって悩みながらさでもいつどこをどうやって出たんですかお家を長野を一回出て、うん、で藤岡まで来て、うん、今日の朝今日の朝で群馬まで来てワイワイを持ってくるの忘れてまた戻ってでまた来たからハードすぎるの何て言うんだろう289ぐらい走ったね今日だけで、うん、なかなかハードだよねでも群馬まで来たって結構そう群馬から戻ったんですねまたそううお大変だ70キロ戻っただいぶ押した時に角の横になっているとはいこれ落ちるこれ落ちるこっち向きの状態立てね立てねうんポンポンしてポンポンで、ここがこれで、うん、ダメだ、戦争家でやんないんだ最初の時、この状態ですよ、ね、この状態、常にこの流行る状態で次のお飲み物、良ければなくなったら飲んでくださいこれ、この状態解除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 で大丈夫ですか？ありがとうございます。本当にうちはライブ配信できるかどうかわかんないこれ試行した感じでももうできるんですよ、ね、もう3週間経ってこの状態だったら大丈夫2週間ぐらいですねあじゃあもうちょっと3週間維持してすごい気持ちだな休みがあったからでも3週間で、ね、1000人登録してから3週間維持できたら大丈夫3週間維持なんで、ね、まあ大丈夫そうですけど今こうでしょ。ライブじゃないですか。これじゃない。字が。字も横になる。じゃあもう一回戻る。全部消した状態で。全部消した状態で。この状態で。これはだって。もっといつもあってね。もうどうもって言うからね。でも本来が入ってるのは最強やね。これがもうこれがもうそもそもおかしい。ありがとうございます。携帯やってもらえます。すいません、ありがとうございます。僕意外と使いこなせてないやつ。アンドロイド系の全然全部すいません。でもその辺はさ、ミッチが頼りだからさ、よろしくね。はい、もうトラブルの対応、今後一緒の対応それは大丈夫ですよ。アイさんとね、対応がしにくいから。ミッチが頼りだったから。ありがとうございます。アイフォンですよね、アサニさんの。うん。でも、みんなお仕事中の休憩時間にありがとうございます。多分ランチタイムにみんな見てくれてる。ああ、お昼だからね。ギリミッチこれいいよはいあバンスあこの間見せていただいたやつ2750円ミッチマスちゃんでこれで OK 3台一応一般でして、はい、8時間ぐらいで大丈夫です、はい、本番にしといたあとですアマゾンで売ってるこれ様でにしようあそうですね OK ですわかりましたイエーイこっちも始まったみんなミッチーライブにも来てねこっち見てあ大丈夫こちらでひろももさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。みんなメンバーかぶってるから。大変だよ、あっちこっち。あっちこっち。ご挨拶しなきゃいけない。
まあ、僕いただきます、まあ、こちら主役でありがとうございます。さあ食べましょう、はい、じゃあいただきます、はい、エムさんのお祝いということでね、そうですね、騙され役はエムさんでした。エムさんじゃなくなっちゃう。だけどずっと私はミッチーを騙すんだと思って、昨日のメイドカフェのミッチーを見て、メイドの可愛いエプロンをして来ようとしたの。作ってもらってもいいよね、うん、あそれいいですね。出ようか。やばいね。はい、1時間10万だって。高いよ、ミッチ。つけたら高いよ。大丈夫、払えよ。いや、いや。お金取るって言ってた。大変で恐ろしいわ。はい。はい。ご飯だから大丈夫。ありがとう。ちょうどいい、これ。めちゃくちゃあ、ちょうどいい、はい、あ、ありがとうございます。いい高さ。ありがとうございます。ナイス、ナイス、ナイス。じゃあ、そう、ミノさん、あ、あとオフィシャル、あ、オフィシャル、バカちゃん、どうもありがとうございます。忙しい、忙しい。じゃあ、私は昨日のミッチーのメイドさんに対抗して私もメイドカフェやります。まさかあることは、私は参加だ。メイドカフェになると思わない。どうちゃん、すいません。食べよう、食べよう、いただきます。みんなにさ、メイドカフェからよろしくって始まったら、まさかの流れで。トイレ。でもお酒ちゃんも酔っ払ってたよね、結構。どうも。すいません、ありがとうございます。おばちゃん来た。お酒ちゃんのとこ、兄さんが食べてるから。また釣り行こうね。次はどこにしますか。どこにしますか。いや、大島いいんじゃない。で、道のおやつになったら釣り行こうよ。場所を取ってね。だって釣りできるんです。大島って。全然できない。一番最初やったら。僕はめっちゃ写真撮ってます。あ、そうで、途中。でもみんなで楽しいからさ。ありがとうございます。僕が暴走で一回。ババちゃんも一緒に釣り行こう。バーベキューもやったよね。バーベキューね。ぜひじゃあまた来年。よろしくお願いします。何入ってる、うん、あ、いいよ、僕はもう、いや、ミッチーのチャンネルはミッチーいないとダメだよ、やっぱり、それは今、ほら、あの、熟女メイドカフェやってる。いやいやいや行きたい、ね、まずはじゃあ来年ね、よろしくお願いします。ご主人様、お帰りなさいませ。ただいま、ただいま。うちのお店高いんですけど、大丈夫ですか。食べてください。メイドさん昨日何人 ?3 人ぐらいはべらせたんですか、はい、たまたま3人おられて、あれでいくらですか。1万7000円ぐらい。使いますな。ちょっとネタを、ネタでネタをちょっとやりたい。いや、いいネタでしたよ。いや、ネタですよ。いや、高級なビールいっぱい飲んじゃった。いや、多分でも酒3、4杯ぐらいしか、あ、4杯ぐらいしか飲んでない。あの、オムレツ見たとき、やべえ、高くないから。あれ、1000円ぐらいですよ、多分。なるほど、あれ、そんなにしないんだ。あ、そんなしないですか。あれは高いんでしょ、あの、女の子の飲み物が。飲み物をちょうだいって言われなかったですか。メイドのつもり、昨日のミッチーのメイドさんを見て、メイドになりたくなっちゃった。こんな感じよ、こんな感じよ、メイドさんですよ。今日はメイドよ。もう私大丈夫かな。人数減っちゃう。大丈夫かな。登録者数ポトッと減ってしまう。ライブってでも減りますね。やったらなんか最近減りますってわけ、そんなことないよ。昔は増えてたんですけどね。また違うところがこう来てくださると思う。うん、そうそう。でもそれをそれ言ったら面白くなるから。うんうん。確かに。楽しくなければ。そうそうそう。楽しくなければ。こんばんは。こんにちは。バディファミリーです。こんにちは。こんにちは。ひろこさん、福さん、あっちもこっちもこんにちは。こちらの方が。
M さんでございます。サロンドエムクッキングです。よろしくお願いします。読む、何とかライフさん、何ライフさん、これって食べられるんですか。あ、ゴリちゃんこんにちは。ライフさん、ありがとうございます。マリアで、マリアで、マリーちゃんなの。今日ドッキリ企画でね、ぜひあの他のチャンネルさんの方で多分されると思う。またよろしくお願いします。最近うつの酔いも、いや出かけてる時だけですよ。マリーに謝れ。申し訳ございません。この間の小肌はね、手まり寿司にしました。アジさんが握りやるって言ったからね、こっちは手まり寿司って言って、かっこよくて、こうかっこよくできました。あ、かわいい、いいね、手まり寿司もいいね。良かった。それ良かった、手まり寿司。こっちはちょっと、アジさんが握りだからちょっと変化球にしないやプレッシャーや。楽しみ。久しぶりに美味しいお渡すったね。小肌もあんまりね、さばいたことなかったけど、もう慣れましたが、あれで。なんで、パパパって。おちびちゃんでしたもんね、結構。どうも、こんにちは。レッドさん、こんにちは。ちっちゃいのが美味しいんでしょ。高い。小肌。1万とか2万とか。またアップさせていただきます。レッドさん、ありがとうございます。ルミちゃん、こんにちは。ありがとうございます。すいません、移動していただきます。ありがとうございます。そうそうだよ。ヒロちゃん、そうだよ。ヒロちゃん、言ってましたから。知らない方は雨降ってきたみたいに、よろしくお願いいたします。雨みたいな、本当に雨みたいにバタバタバタってなってるのが全部お魚なの。燃えるでしょ。ちっちゃいですよね。ずーっと大きいまたやな。ずーっと一面になった。普通にお茶にやってほしかった。このぐらいにしようか。2人でとダイブして来て、バコちゃん来て、今から行きたい。バコちゃん乾杯。来て。ジェイプロさん、こんにちは。昨日ありがとうございます。すいません、お忙しい中。昨日のライブでもありがとうございました。ありがとうございました。大人気 YouTuber ですよね。ジェイプロさん。すいません、もう優しすぎるんですよ。本来の。すいません。カンプ。アリーさんのお隣のビズンさんは、ジャンデンウィッキングさんの N さんです。アニハセヨー。N さん、こんにちは。ジェイプロさん、こんにちは。マシソヨー。さっきは2人きりだったよね。行きたい。レッドさん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ジェイプロさん、嬉しい。ジェイプロさんは絶対伸ばす。もう、だいぶ勝手に伸ばしてみると思うけど。あっちこっちのとしてる。レッドさん、さすが。韓国語いっぱい来てる。韓国語、嫁はできないよ。じゃあ、あと知ってること言っていい？韓国語。下げへちせよ、負けてよ。何代も市場に行って、もう下げへちせよって言いまくり、おまけして、負けて。うん、あ、あともう一個ある。よぼせよ。もしもーよぼせよ。よぼせよ。でももしもしで電話。よぼせよ。ひろちゃんに変なこと教えちゃった。よぼせよとかあるよね。よぼせよ。ね。これから呼ばせよって呼ばせよ。でもね、いっぱいね、韓国語でね、チャット入れてくれててね、読むのはできなくてね。でも少しは通じて喜んでくれるかな。ひなちゃんはほら英語ができるからさ。できない。できるよ、できるよ。できないよ。だって言ってた。あれドイツ語だもん。そっか。すごいね、ドイツ語が。あ、そうだ、オーストリアのドイツ語だ。オーストリア、ドイツ語。ドイツ語がでも一番覚えやすい感じするね。ローマ字的ですよね。うん、ローマ字的。じゃあ今度ひろちゃんのドイツ語講座やろう。面白そう。私生徒では教わるから。めちゃくちゃな講座じゃない？すごい。なんか、あ、ワンさん、こんにちは。ありがとうございます。社長、いつもありがとうございます。社長こんにちは。三、どうぞ。三、ありがとうございます。ダンケシェン。ダンケシェン。こんにちは。ダンケシェンとアウトパー。ありがとう。高速道路。読みやすいんだよ。走ってみたい。読みやすい。英語で読みやすい。ありがとうございます。すみません、申し訳ございません。皆様の紹介をしてほしいな。あ、そうですね。ぜひお願いいたします。じゃあうちのボスから行きますね。ドンから紹介しますね。じゃあアディさんお願いします。奥にいる赤い方がカズレーザーさんです。
DJ キングさんです。私たちファミリーのボス、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。アヒさんは脳梗塞を患っていらっしゃってあのちょっとお話が なんていうの、ろれつが回らないんですけど、であの右半身が動かないんだけれども、すごい、あ、ちょっと超えちゃったね、麻痺がまだあるんですけど、お魚をさばいたりとか、お料理もすごい上手で、お寿司も握って釣りもして、そして私たちファミリーの面倒も見てくれる頼もしい兄パパです。すごいです。はい、それでじゃあ次、お次は釣りクック福福マンさんです。釣りクック福福マンです。はい、ボートを中心に釣りをして、で釣って食べるっていうのをやってたんですけれども、最近はね、まあどこでも、東京でも川崎でも行って、どこ行っても釣りして、さばいてお料理して食べるっていう番組をやってます。どうぞよろしくお願いします。そして あとハロウィンね、ハロウィン企画で、アディファミリーで順番に回ってくるんですけれども、10月17日と30日は僕の番になるんで、ぜひ、お時間は5時オンエアなんで、面白く今回作ってるんで見てください。楽しみだす。福さん、ハロウィンの仮装はされてますか？知ってますよ、今日持ってきてますよ。あ、今日もすごい、これで、え、ハロウィンの動画でも仮装してる？動画ちょっとね、あの自分ではアランドロになったつもりで、あのゾロを演出してるつもりなんですけどね、こんな感じでね、解決ない、こんな感じでやってますんで、よろしくお願いします。今日これでいきますか。補導されるほど。かっこいい。これね、かっこいいですよ。これで、あの公園ってね、あのロケしようかと思って。釣り動画がもうなくなっちゃってね。もうただね、今それで釣りも、ね、解決ゾロってサーベルをこうやらないで釣り竿こうやって、ね、ありがとうございます。ということでよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、次どうぞ。次ひろちゃん、バイオリンのプロで、お料理も上手で、優しくて、朗読も上手で、釣りに今ハマっているひろちゃんです。ひろチャンネル西川ひろこです。熱のチャンネル、私も大ファンです。ありがとうございます。バイオリン弾いてる動画を、いろいろ上げてるんですけど、ハリーさんと知り合ってからお料理動画とかもやったり、釣りの、ガールズフィッシングクラブの部長さん、部長なんです。いろいろ見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。すいません、ありがとうございます。プロデューサーさん、優しいね。あ、ダンさんも来てくれてらっしゃる、ありがとうございます。今ミッチーのチャンネル大丈夫ですよ。だってミッチーのチャンネルだから、ミッチー映ってないとみんな寂しいよ。すいません。そしてアディさんのチャンネルは、アディさん映ってない方がいいよ。映んなくていいよ。そうなんですよ。皆さん、ほんまこちらの4名さん、あゆむさん、今日のあのなんだっけ、僕なんかが来てよろしいかという謎が。今日のハイトーンボイスも素敵でした。大竹来ましたよ。あゆむさん、ありがとうございます。本当は。サディア、じゃん、あ、ダメだよ、これ、あれだもん、タップが、あゆむさん、あ、サンタのところに来る人ね。あ、それ
で M さんの紹介してないよね。本当、うんうん、じゃあちょっと、あ、大丈夫そこで、はい、どうぞ。あんまり寄らないで。いや、ミッチじゃないよ。カメラが寄らない。カメラ。シャロンの M クッキングです。ありがとうございます。今日は昨日ミツノチャンネルさんがメイドカフェに行かれたので私もメイドさんになってみました。後で請求書をお送りします。恐ろしい。よろしくお願いします。サロンダイムクッキングはあのお料理チャンネルです。このキャラは出していませんのでまた見に来てください。よろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。ミッチをよろしくね。よろしくね。皆さんのことをよろしくお願いいたします。よし、ライブを続けます。お祝い動画のやつ、うんうん、キスコンちゃん、うん、でもめっちゃウケちゃった。私もそうなの。で、なんかその前がヒロちゃん、そうそうそう、ダウンもなく言ったで、ケイス君が出た瞬間に笑うように返事した。あ、なるほど、さすが、すごい、さすが。そこで青山さんを持ってきたら、もう、どういうことになるかな、はい、もう、なんてだっけ。だって俺は最初にさ、俺が最初にするんでしょ。もう大変鼻血から脱いだら大丈夫だよ。大騒ぎになっちゃった。よされたと思ったらさ、鼻血が激流して口から出てきちゃって。みのさん、ありがとうございます。で、鼻血で食べます。だから今度それ固まっちゃって、ハートいっぱい嬉しいです。眉毛生えてきたじゃん。眉毛ね。だからね、最近ね、あのディズニーズの動画じゃん、ここで、なんで眉毛がないから、怖いんだよね。だからちょっと古いのわざとなるほど。すごいっすよ、人生何が起こるかわかんないですよ、ほんまに。うん、楽しい、ほんと。まさにも貴重な YouTube って楽しい。やってなかったら絶対同じことになかったんだよね。ほんと、なんか、私は、あ、私の話してもらえなんですけど、どうぞどうぞ。なんだっけ、ステイホームで、まあ、本業もなかなか難しい状態で、春ぐらいからなんか時間を持て余してもったいないから、お料理好きだからちょっと YouTube で出してみようかなって言って始めたんですけど、その春のこう一人で孤独に撮って作って食べて慣れない編集を始めてやってる頃は考えられなかったような出会いがあって、本当に幸せ、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。もう本当想像してなかったでしょ、うんうん、ね、最初投稿した時も Facebook でつながってた。あ、そうなんですか。で、まあ、共通のお知り合いもいらっしゃる、ね、それはなかったです。なんか、あと、あと、あとです。フェイス払いが映んなくなって、ライブやったりしょ、うん、あそこでひょうちゃんがバレードを弾いてて、あそこは確か昔暴走族のことで名前をさ、はい、みんなに待ち合わせ場所だった、はい、先生払い懐かしいなって言ったら、はい、ヒロちゃんが来て、でそこからやったらね、 YouTube やってるからって言って、そこからつながって、あのライブの前だよね、本当にね、接点があったのね、えー、ってなるぐらい。そう、俺の友達の奥さんとママ友だというから、ね、うん、了解です。じゃじゃじゃ、こっちだから、これこっちだからね。あ、そうか。でも、アジさんもたまには浮くね。そうそうそう。分かんない。分かってない。ないですよ。あ、メガネ落っこっちゃった。ごめんなさい。すごいですよ。ひろこさん帰ったら、中身ちゃうんですよ、ほんまに。アジさん、そうなんですよ。ありがとうございます、もう。ほんまに。YouTube 始めた時は、エンジェルさんがそちらに、YouTube でこんな出会いがあると本当に思わなかったね。だって俺、そっか、ちょっとおかげで、本当にね、いい。そのライブ行って、そのまま、その足でね、こっち来てくれてね。はい、はい。ありがとうございます。ぐるーっと回りますか、もうぐるーっとこんな、あ、三野さんはこんな感じで、あのライブ中です。はい、
こんな感じであっちもこっちももうこういう感じになってますね、うん、こんな感じですね。こっちがあんまり映ってないですけどこうしとけばいいのかな。こういうのがあるのも知ったね。こういうのがあんまり言っちゃダメじゃない。だって愛知に紹介してるんだ。そうかそうかそうか、そうだそうだ、皆さんね、チャンネルもね、面白いんだよ。そうか、みのさん、今度行こうかな。みのさんとこ行きましょう。みのさん会いに行っていいですか。よくね、行ってたあたりで行った方が豊川、豊橋、八海橋、八海半島の根元あたりで、お礼とおだいもんね、長野からだったと、お礼とおかで飲み物追加ありますか。ビールかなんか。ルコさん、どうするかんです。ありがとうございます。ルミノさん、はじめまして。ロミレドさん、ありがとうございます。ジェイコさん、ありがとうございます。ウーロン茶は。ルミノさん、忙しいのに。大丈夫。OK。ルミノさん、ロミレドさん、はじめまして。よろしくお願いいたします。ちょっとこれ、じゃあ、次もらいます。はい。大丈夫ですか？お水さんの飲み物は？あ、僕も大丈夫です。ちゃんとさ、知らないうちに食べれる。ひろちゃんすごいの偉いの。面白いことやってください。こないだカレーね、すごい嫌いで。一番の通りだったカレー。ちゃんと食べれるの。めちゃくちゃ食べてた。早かった。ありがとうございます。ニムさん一番遅かったね、カレーの時は。食べるのすごい。アップで。激しい、激しい。ニムさん激しいです。アップでね、紹介をしてほしい。何を？アップ？アップ。いいですか？じゃあ福さんから。あ、どうも。あ、そうだね。福マンでーす。釣りをまあやる一番得意なのはルアー。ルアー大丈夫。でもいい感じなの、ここブラックで。ライトやる、ライトばっかでやる。いろいろありますけれども。ライトやるから。ライトやるから。魚をお料理して、さばいてお料理する番組をやってます。で、10月の17日と30日は、ハロウィン企画で流しますんで、17時からどうぞよろしくお願いします。楽しみでーす。じゃあ次、ひろちゃんお願いします。大丈夫。あ、ひろちゃん、ライトついてる。うまそうなの来たね。あ、いいです。はい、ひろちゃん、これほら自分の、私が飲んで、私が飲んで、これ大丈夫、近いの、これぐらいがいいの、これぐらい。あ、ちょうどいいね、ちょうどいいね。あ、お肉を前に来てライブしたい。私を信じて、もうちょいしたら、キラチャンネルの、いい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 、超いい、キラキラしてる、キラキラしてる。バイオリンの演奏を私もライト必要。ハートマークいっぱい来たよ。あ、ありがとうございます。ほら、ひろちゃん。それで、釣りガールズフィッシングクラブでは部長をやってるので、うん、釣り動画もぜひ見てください。ありがとうございます。はい、ひろちゃんでした。はい、じゃあ今度ミッチ。ありがとうございます。ミッチはライトだった。ここはいらないべて。あ、どうも、ミツノチャンネルのミツノと申します。そして鏡の世界では常にミスミツノが見守ってくれておりますので、ぜひよろしくお願いします。青山さん、青山さん、こんにちは。青山さん、マジで続きどうか。続き、はい、一応美容系 YouTuber だったんですが、ちょっと美容だったんですね。元々美容系で始めておりました。ですけど、まあ一応やりたいってことを勝手にやるチャンネルなんで、ぜひ濃いチャンネルなんでよろしくお願いいたします。実はミッチーはお料理も上手。ありがとうございます。あげないで、あげないで。また見たい。あげんといてや。よろしくお願いします。ありがとうございます。こんなもんね。じゃあお肉大丈夫です。ちょっと私の方がいいな。7.45°。どう？あ、大丈夫。7.45°。乾杯。ルサラ、すみません。サロンゼンヌクッキングです。
いつもありがとうございます。今日私は三つ野さんにドッキリをするつもりで来たのに、皆さんがお祝いで私にドッキリをしてくれました。酔ってます。ありがとう。毎回顔が酔ってるよね。と酔ってるの今日と大丈夫やな。でもいつもこんな感じです。ただ自分のサロンド M クッキングのチャンネルではおすまししてやって、よそ行きの声を出してナレーションをしていますので、そのギャップをお楽しみに皆さん遊びにいらしてください。ありがとうございます。これからもアディファミリーをよろしくお願いします。よろしくお願いします。ヒロちゃんにダイビングやってもらってます。すごいね、すごいよね。いいよね。ご飯で、ね、ご飯アディさんの番だね。アディさんはね、反射しちゃうからやめて。これはね、ご飯大丈夫。大丈夫。すごいよね、これ。豪快。豪快だよね。お肉が来たので。やばいね。アディ飯も今度これ、豆板焼きやるかいね。実はあるんだよ。嬉しい。ありがとうございます、皆さん。ありがとうございます。そして、食べる方法で。いや、食べに入りまーす。Mちゃん、みつのくんはブラックカード。ブラックカード？ブラックカードってなんだ？みのさん、ブラックカード？イエローカードじゃなくて？通り越してブラックカードになっちゃった？それはチアレンジクッキングカード。あー、そういうことね。あ、ブラックカードなの？くるくる、こんにちは。じゃあ、いっぱい請求しちゃいますね、みのさん。ぜひこちらの、どういうことか。ジュープロさんもありがとうございます。はい、お肉、お肉。ありがとう。はい、こんな感じで。早くこれやってよ。うまそう。早くこれやってよ。このお皿をやっつけないと、お肉に。やっつけよ。僕これでやっつけます。早い。もうこれで大丈夫です。あの食べてるから大丈夫だったら、うん、これは何でいいの？この酔っ払い稼いで食ってるよ。稼いでるの酔っ払い見てる。こんばんは。もう寝るんか。ミノさんが教えてくれたゴールドの上、プラチナの上がブラック。ミチブラックカードなんだって。恐ろしい。怖い怖い。ちょっと。よくよ。請求丸いっぱいつけて送っちゃおう。ミチブラックカード持ってるの？持ってない持ってない。持ってないこんな。もうちょっと表示がなんとかなったらいいよね。ちょっと見にくいよね。何の集まりですか？何の集まりでしょう？アディージーキングさんをお兄さんパパとして、アディーファミリーっていうみんながいて、私の収益化のお祝いで、今日はみんながお祝いドッキリパーティーをパーティーランチをしてくれてます。騙すつもりが騙されちゃった。もう酔っ払ってるから。まだいい意味で騙されて最高。ありがたい。悪くないかな。悪い。これミッチー映んなるダメよ。ミッチーちゃん、三つ野さん以外東京在住ですか？バラバラです。違います。女子会、美乃さん今度一緒に女子会しましょう。美乃さんは男性なので美乃さんのね、なんだけど子供さんが可愛いんだよ、うん、最近ね、YouTuber だったの子供さんなんだよ。お父さんなんだ、うん、あ、そうなんだ、うん。俺ね、新しく友達になるとね、大体、ね、第1話で、ね、うん、見るんだよ、うん、そうね、アリさん。ミノさん、音が当たってたの。ヨーコンちゃん来たよ。あ、来たった、マジで。ヨーコちゃん、ミノさんが M さんと女子会したいとおっしゃってます。ルンゴちゃん、
あ、ルミコさん、あの、ねえ、やばいの、私もルミコさんと女子会したい。今度会いに行っちゃう。広島です行っちゃう。広島です。好きなの。いいよね。ミッチーの、うん、あ、そうです、チャンネルでルミコさんと出会ったの。あ、そうですね、うん、あ、ありがとうございます、すいません、はい、ルミコさん女子会しに行きますね。よろしくね。そして私、ヨーコちゃんに今日のこのメイドカフェの姿見せなきゃ。メイドカフェ、お待ちしましょう。ヨーコちゃん、今日 M さんはミッチーを騙すつもりで騙されちゃったんだけど、昨日のミッチーのメイドカフェを見てメイドさんになったつもりで来ましたよ。それでやったらサロンデルクリーちょっとブリブリですよ。これでやろうか、うん、短いけど。後で見てね。後でちょっとまた行ってみてください。早く食べるのか、ね、ジェプロデューサーありがとうございます。お忙しい時いつもありがとうございます。フォローしていただいて、僕もあのフォローさせていただきますから絶対よろしくお願いいたします。ありがとうございます。感謝します。すいません、やばい人なんですよ。人気で人気高いし、みんなに優しいし、こんな人なかなか来られないですよ、本当に。ヨコちゃん、ヨコちゃんキュンキュンしてくれてありがとう。ありがとうね、お疲れ様でした。私のチャンネルの中で、はい、一番変化が多いのはヨコさんで、うん、とんでもないよね、あーとか。その次に、うん、リエママで行ったな。リエママ変わりましたね。だいぶ笑顔が出てきて。リエママは何だろう、壊れたのに、うん、ちょっと食レポが始まった時は、うん、ちょっと見てて恐怖も感じるよね、はい、壊れないこともね、うん、ですね、最初出会った時で、これからもっと壊れるのがヒロちゃん。ヒロちゃん壊れた年末にかけて。あとヒロちゃんと何しようかな。あ、そうそう、ヒロちゃんとやりたいことがいっぱいあるんだよね。ライブもしたいよね。ライブもしたい、うん、私ライブ、あ、二人ライブ、うん、え、ヒロちゃんバイオリン弾く、うん、カメラ踊るんでしょ。私ができること踊る。踊るか飲むかしかない。リモートかリアルにやるかどっちかで、ね、うんうん、リアルにやるから、うん、そこにミッチーがリモートで参戦、うん、ね、うん、盛り上げ。僕あのストリームヤードしかやり方出ないんで、あのやり方を知りたい。そうそう、教えてもらおう。次じゃあちょっと後で、後で教えてもらおう。そうだ、2人ともパソコン大丈夫、うん、大丈夫、大丈夫、あと簡単っす。ダメなの俺だけやインストールで、はい、やってみればいいんだ。そうですね、ストリームヤードなんかストリームヤード変えるのやっぱりアメリカ系のやつなんだよね、うん、ファイアフォックスとか、うん、あと何だっけ、あ、グーグルも使えるんだ。なんか20時間無料もできるんで、多分20時間超えることないんで、なかなか1時間、あの1ヶ月で、あ、1ヶ月に10時間だったら無料で出てきます。あ、そうなんだ。なんかあとグレードよくするんだったり有料になったりとか、でもそんなにそこまで多分高くないし、うん、これすごいいい話だから、ミッチ今度あれして1本上げて、うん、動画を1本上げて、ミッチ上手なんだもん、教えてくれる、うん、そうね、まあ、あのワンアプリは結構インプレッションっていうか、そう、上手、あれはちょっと珍しく入ってもらえたんで結構、うん、でも先導が言ってないですけど、私も初めてだもん。あのミッチーが誰か入ってた時に、うん、いつもサファリだからサファリでは入れなくて、はい、で、あ、アメリカ系だからファイアボックスかなと思って入って、うん、できちゃったって思った。クロームってやつだったの。あ、そうですね、Google クローム、うん、クローム、Google クローム、サファリ、なんだったっけ。え、いつもミッチー何ですか、クローム。あ、それです、それです、はい。なんか途中から、ね、今度ひろちゃん練習しよう。うんうんうん、じゃ練習レッスン、うん、今度テストライブやるんで見てくれ。ぜひやってみよう。ただなんだからやってもいいよ。あ、はじめさんこんにちは、ありがとうございます。いつもありがとうね、突っ込んでもらって。ありがとうね、やじめさん。女子会やろう。飲む、飲みこっちでランナーさんお久しぶり。それがいい、それがいい。お母さんこんにちは。歩夢ちゃんの声高くて上手。お願いします。こっちでやってるでしょ。ちょっとこちらこそありがとう。いえいえ、こちらこそありがとうございます。すみません、もう
そうそうそう。3ヶ月ぐらいお世話になっております。ありがとうございます。ようこちゃん来てどうでやん。青山さん、超豪華なランチなんですよ。今全然食うな。俺まだ暑くて食えない。結構ね、おじたん。だって一番最初にここに来てたやつよ。青山兄貴がすごい豪華なランチだねって、うん、その豪華なランチ美味しい。あと、うん、いや大活躍、みんなが大活躍。僕が一番活躍してないですよ。美濃さん20時間過ぎてるから、あとは有料です。面白い。こっちは誰が来てくれたの？ウェルカムダンゴさんとアリムチャンネルさんと、うん、あ、アリムさんこっちにも来てくれた。そうです。今日大黒摩季さん歌ってたの、うん、ハイトーンボイスですけど、また見に行きます。声高いんですよ。うん、すごい、ね、メラさんかと本当でみんなの見に行く違いがなくてどうしようもないよ、ね。うん、ファミリーの動画作ってくれてるから。またお寿司がね、いつ出るのかな。俺のお寿司ね、金曜日うん、木曜日がこの釣りの動画、あの時のやったんですか。大もんで、で、その流れで、あのお寿司と南蛮の前に行かせる。いや、もう、お金を買うしかない。持ってきてないから、今日。もう、だって、携帯の容量が、半端になっちゃった。ありがとうございます。動画の、あの、残っちゃって。更新しないと。いや、更新もダメだ、俺。ダメ。どっか撮っとけないですか。撮っとけない。最後からは、私が飲んでるとこばっかり。見てるだけだから、そこに落として、一回リセットして、カレーして。それこそだけの、ふくさんのあれ、かぶりもんだけ。どっか、かぶろうとして、かぶりそこに。なんか SM 嬢みたいな。だって M だから、ね、あとウェブだね。ブチとアミタイって言ったこと、ね、チェイスね。福さん超似合ってる。似合ってるね。まだまだまだ解決ドロのつもりなんだけどね。ドロというよりドロって感じ。ありがとう、いっぱい飲むの。福さんのバトンのさ、どう見せたらさ、すごいんだよ、凝ってて。今日やりますからね、あのアディさんにバトン渡しますよ、ね、って意外置いてきちゃったりして本当はね、革のね、コート着てね、あの黒装束でどうぞ。撮影だけやりましょう。後でね、やりますね。ちょっと撮ろうって。だから今日こうやってこの順番だけど回っとっちゃうよ、うん、秘密だけどね。そうそうそう、ダメだよ、なるんだよ、長くていや、アンパンマンにしようかなと思ったけどね。いや、こっちのわからんけど。はい、はい、コーヒー、はい、コーヒー、ホットコーヒーで。これはアイス、アイスが一つ。アイスコーヒーご注文のお客様、一つはい、ホットコーヒーご注文のお客様。ホットが一二三。紅茶。コーヒー飲めない。コーヒー飲めない。ストレートの紅茶を。はい。温かいもの。温かいもの。かしこまりました。お願いいたしました。はい。何でも飲めるけど、コーヒーだけ飲めるけど、ランチがタイム終わっちゃう。嘘、紅茶って感じするの。どっちかというと、こんなに飲んだ激しい。でも雰囲気紅茶だよね。コーヒー飲めるのに香りが大好き。飲めるようになりたい。はい、急ぐ。コーヒーは美味しい。夢やるわけだ。グレポンも来た。ユミハちゃん、グレポンさん。こんにちは。グレポンさん来てくれた。うん、今ね、ヒロちゃんが言ってる。もうメインで言ってる。あとよろしく。ユミちゃんにお返しします。ユミハちゃん、今日私は
なんだろう。おお、ラボこれ。だいぶ乱れてます、ね。失礼いたしました。お紅茶って感じね。ありがとうございます。コーヒーダメなの、コーヒーなんかね、ダメなの、酔っちゃう。お酒には酔わないのに、コーヒーには酔っちゃう。だいぶ酔ってますよ。この、うん、中で酔ってますよ。うん、これだよ。うん、レムさん、ジョージハリー、頑張ってください。ジョージハリー。ありがとう、その前にメイクもしなきゃいけないんだけど。あ、こっちもエムさん、こうだ、うん。メイドのエムちゃん。うん、青山さんがメイドの M ちゃん、うん、ハート、うん、ありがとうございます。ゆみはちゃん、今日は昨日のミッチーのメイドカフェのライブを見て、私はメイドさんのつもりですよ。お醤油食べてください。はい、食べます。頑張れ。お腹いっぱいな。もう肉食べる。動物と当てる。またそうだよ。残してもいけないの。この間のカレーは食べきれなかったでしょ。この間は食べたよ。食べた、うん、あのアディ飯よ。アディ弁当あれ、ね、食べらんないでしょ。あれは食った。え、食ったの。食った。食った。長いでかっすすごいでかかった味ね。肉いっぱいで。え、小さいのあれのね、ちょっと私これは無理だからって、ちっちゃいのを。あ、小さいバージョン。小さいの2つ作ったんだ、長い時間かけて、なんかね、前の日の夜から次の日の昼ぐらいまで、うん、おばちゃんが早かったよね、うん、あっという間に食っちゃったから、うん、だばちゃんは結構いっぱい食べれるから、食べたでしょ。いや、あんまり食べたあの時はね、あの時ちょっと、うん、だよね、期待してたんですよ、がっつり行こうか。って言いますよね。でもガバちゃんいっぱい食べれるんだ。この弁当を着て食ったらね、うん、あれはボリュームすごかったですよ。で、サバ寿司までね、お稲荷さんがサバ寿司まで作ってしまった。今度はね、まさかありがとうございます。サメがあるから、サメないかね、ねってね、見つれればいいですね。シアン姉さん、テレビの時は簡単です。こんちゃっすね。私も昔サメ釣れたことある。なんか東京湾の船かな。ヨーコちゃん、ミッチーはアディさんが船で。あ、そうですか。うん、初めてでございます。どんぐらいの来たんですか。ヨーコちゃんよく知ってる、うん、このぐらい、狙ってるのはこのぐらいの感じですからね。ありがとうございます。こんなんね、このぐらいの。うまい。一番上に食ってくる。このぐらいですね。食べられるのこれ。これでもね、刺身ね、取れたてだったらね。陽子ちゃんにも会ったら牛しちゃう。牛しちゃう。牛しちゃう。ティアソラの曲でサメっていうのがあるんです。エスクワールって。で、なんかサメ釣りの曲なんですよ。激しい。そう、かっこいい。なんかシュッシュッシュッって感じの、なんか大きなサメってなくて、なんかアルゼンチンでそのちっちゃいこのぐらいのなんかサメを釣るあれがあるんですって、あの楽しみみたいな感じ。でもそのサメは食べるの？え、知らない。まあそうだよね、そこまでは。確かに、そりゃそうだ。多分食べる。曲があるってことですね。だって、アレワさんとのサメや。あ、いいね。ひろちゃんのサメで、うん、でっかいの釣れたらいいね。ハンマーヘッドすごかったですもん。すごかった。ダイモさんのハンマーヘッドとカジキの大きいでかいでかい。カジキのサマーおろしはないよね。あれすごいですよ。まさかやつもなかった。この市場の動画でまたああやって見れるのなかなかないですよね。なかなかあるようでなるチャンネルさん。あれはもうね、普通の人じゃ入れないところなんで、うん、完全に。普通にカジキはさばいたことないですね。海鮮漁ではやったことあるんだけど、もうほんとは柵取り取ってからさばいたもんね。福島県のいわき市に行った時はね、みんなであのコンテストがあって釣るんですよ。で、釣ったのもらえるんですよね。切り身でくるんでね、全部あのシーチキンみたいにしてますね。こんにちは、ふめちゃん。ふめちゃん、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 こちらの方がふめちゃん、ふめちゃん、ふめちゃん、はじめまして、ふめちゃんさん。こちら、ゲイリムチャンネルのひろちゃんです。はじめまして、バイオリニストです。ひろさん、すごいです。
奥さんです。夢はじゃあさっき言ったよね。奥さんです。はい、ゆっくりやってます。こんにちは。よろしくお願いします。だってね、じゃあ夢はちゃんとかしあん姉さんがあのエプロンを褒めてくれたんだけど、なんで今日こんなブリブリのエプロンしてるか説明しないと恥ずかしいじゃない。そうですね。全ては昨日ミッチーがメイドカフェに行ったから。そうだよ、メイドカフェね。ミッチーのミッチー映んねえよ。はい、そうなの、ミッチーが映る。秋葉はメイドカフェのためだけに行かれたんですか。なんでしょ、ちょっとなんかいろいろちょっと物品を探ろうかなと思ってたんですけど、結局メイド喫茶になった。佐々木さんのところのライブです。振ったもんね、みんなね。無理ですね。テレライブしてよ、みんなが振ったんだよ。そうなんですよ、もう先輩の言うことは絶対なんで。すごい盛り上がっちゃったもんね。そうですね、はい。それで探せたらたまたま1個見つけて。最近お先さんのところのライブも知ってるね、人が多くなる。そうですね、はい、アディさん。あ、お先にさんの金のお店が面白いですね。上げちゃいますかね。昨日お歌歌ってた。歌どうもありがとうございます。ホットコーヒーって言っていただきます。ホットコーヒー、これも歌いやすい。ホットコーヒーのこれ紅茶なんですか。紅茶なんかあ、紅茶ですか。これも下げるやつ。はい、これも下げる、ね、紅茶です。じゃあコーヒーもらっておきます。戻ってきますね。青山さん、すいません、お帰りなさいませ。ありがとうございます。志村さん、団子です。青山選挙さん、こんにちは。団子ちゃん、久しぶりぶり。カジキ、カジキ、志村さん、こんにちは。ミルクお砂糖入れ、お砂糖入れますか。お砂糖はダメです。お砂糖はダメです。お砂糖ダメだって。お砂糖入れない方がいいと思う人。はい。ミルクもあんま良くないじゃあミルクも入れない。大人のアディ頑張ってこんなに入れようとしちゃった。苦いのなんかやっぱり本業が分かんないけど良くないかな。ありがとうございます。じゃあこれ 1個1万円。ありがとう。血糖が上がっちゃう。ダメですよね、やっぱり。そうですね、緩やかがいいです。ちょっと落ち着いたら。ブラックコーヒーはダメなんだ。家の方からダメなんだ。よくない。あー、うん、どうかな。こんにちは。ブラックコーヒーの濃度、そんなに近い。飲ませてよ、コーヒー。それに言われた、先生。あ、確かに。カルリーはないけど。血液濃度が高くなっちゃう。利尿効果が長い、高い。ブラックはダメだって。それで多分血液濃度が高くなったり、うん、じゃあその続きはババちゃんの食生活教室でご覧ください。よろしくお願いいたします。ミッチーの美容系を見たいんだけど。初期の頃のと思う。初期の頃遊びに行かないと。ひどいっすよ。めっちゃひどいっすよ。口だけ言って実体験してないっていう最悪のチャンネルですよ。今やったら多分マスクとか使用会社に自分でつけたりとかするんですけど、最初の説明だけで終わってるこれわかんないのって思ったら、そうそう、初期動画は皆さんどうだったかも。そうそうそう、私初期動画なんかコンサートとかをアップしてるだけで、なんかめちゃくちゃ有料級じゃないですか。激しいのを見たことありますけど、激しいのなんだろう、ルパン撮影は何だろう。アルパンさん、あれやったぞと俺見たんだよ。ギターとやったぞ。ルパン三世と甘湯のあれか、君の少女。あれはやたら乙女か。あれはやたらとね、撮影行ったね。そういえば、ショパンの何かやってくれって言ってたな。ショパン？ショパンはあれ難しいんだよなって。なんだろうね、よくわかんない。ショパンってあんまり。そう。なんか、ピアノの曲。でも、不可能なものはないよ、いろいろ。次のベートーベンのもね、もう名曲中の名曲だっていう、ねね、長いよね。長い、30分ぐらい。30分。そんな長い。すごい。すごいね。だから練習も、はい、
ね、相当自分やんないと30分でやばいよね、すごいやばいですよ、ね、集中力が半端ないですもん、ね、でもビジュアル人にはやっていかったでしょ、うん、ビジュアルでしょ、なんでなんかあれ、ビジュアルじゃないですかおかしいな、あれはなんかね、うん、お酢のドリンクを作って飲んでたんですよ、どう見てもさ、あの水飲んでたんですよ、ね、マディさんも酢飲んでくださいね、それ大丈夫ですか、今ね、ちゃんと飲んでる、体にいいのです、昨日稲穂食べたんですよ、見た見た見た、だってあれ、あの、なんだっけ、もう一人の人が疲れたからね、あのコメントで出たりさ、近かった、俺の住んでると思う、俺、でも千葉も食うもんね、稲穂とか食うね、成田とかに、そうそう、あるよ、醤油っぽい味、つぐさに、つぐさに、うん、はい、うん、すごい美味しかった、そう、びっくりした、美味しい、美味しい、ダメだ、俺、稲穂、エビっぽい感じしますね、エビっぽい感じ、稲穂、ダメだよ、稲穂持ってくる、仮面ライダーだったよ、稲穂、そうね、仮面ライダーとかぐらいね、俺小さい時にお風呂は長野だったから、うん、で千葉で引っ越したでしょ、はい、畑にトイレ行くんだよ、稲穂でさ、家行くとあの足をもぎってでも足はね、そのままだった、いや、そういうのね、ダメなんだ、足はもう取んない、あれはね、刺さるの、でもポリポリして美味しかったです、足、あれね、飲むや食うからポリポリ、はい、普通はあれご飯に乗せて、うん、なるほど、だから足は取ってもらった、すいません、いらっしゃいませ、で、それをさ、はい、小さい時に食ったじゃん、はい、あれもうそれでダメ、あトラウマってでかいですよ、小さい時で、端の子、はい、もう長野は食うでしょ、はい、だから小さい時に食わせてたからダメ、はい、ダメっすね、あの虫なんか食うもんじゃないよ、グリーンピースだって食べるもんじゃないですよ、本当って言いたくない、俺もグリーンピースとはグリーンピースだけを食べるのはいいと思う、はい、カツ丼の上に飾ってんでしょ、はい、あれはダメ、ダメですよね、いらないですよね、カツ丼もダメだよ、いらないですよね、そうそう、あとバナナ、バナナは本当ダメです、うん、体に良くないよ、あれライブこっちはしてないです、あ、してない、そう、ひろちゃんはね、もう廊下してない、ちょっと見ますよ、でももう時間的にそろそろ閉めないと、ね、はい、じゃあちょっとみんないないけど、はい、いやだいぶの方だけはちょっと閉めて、お店閉店になっちゃう、すいません、グラポン君またちょっと後ほどくだりたいと思います、ちょっとお時間になるのでそろそろお会いにさせていただきたいと思います、ちょっと閉めちゃいましょう、ちょっとお時間の都合上これで、ね、終わらせていただきます本日アジキングさん、佐野エンリックキングさん、スリドクルクマン、ヒロチャンネルさん、そして私の5人でランチさせていただきました。本日はお忙しい中、ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。皆様、失礼します。あ、青山さんもありがとうございました。グレンポンさんありがとうございました。ウェルカムさんありがとうございます。梅ちゃんありがとうございます。シアさんもありがとうございました。失礼いたします。ヤユさんもありがとう。失礼します。皆さんのおかげで収益化ができました、ボスのアディさんにプレゼントを、怖いだね、怖いもあってね、爆発するかもしれないよ、何か見てください、なんかこれちょっと触ったらちょっと怖いよ、何怖いよ、爆発するかもしれません、ちょっと怖い、何が出るかな、こっちがバレるよ、いや見てましたよ、見てた見てた、何が出るかな、何が出るかな、そう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 、あ、昼やってますね、やってます、分かったの、分かったの、何か見た、エムさんからのプレゼントこれはね、とっとこう、すごいよ、ちょっと待って、皆さんカメラのご準備をちょっと待ってよ、動画で撮るか写真で撮る、ちょっとね、これはね、これをやってる人がいるよ、兄さん泣くんですよ、ちょっとね、もうやばいね、泣いて、泣いて、やばい、あ、だって先に手紙見たら、え、ね、手紙読まなきゃ、読み上げて、何、サロンのエムさんはね、俺は泣かすんだけど、泣かされてるんだよ、私も泣かされてるからね、本当にね、
アディお兄様、いつもありがとうございます。これからも皆様に愛されるチャンネルを作ります。末永くよろしくお願いします。今日は大丈夫プレゼントは何かな、見てください。これはね、ちょっとね、じゃじゃーん、ちょっと待って、ね、ちょっと後ろもちょっと待ってね、ポソポソして、いい体でポソポソしてるよ。これは見たちゃん。ヨコちゃんだ。そうそうそう。これね、実は欲しかったんだ。欲しい。今度これライブで。もう似合ってますよ。とりあえずアップで写してもらって、DJ キングが見えるように。はい。これはちょっとね、目立つね。いいね。いいね。ありがとうございます。動画で流しております。ね、ありがとうございます。アディさんカラーのレッドにしました。ちょっとここで話してくれ。すごい、これって作れるんだ。みんなしよう。特注じゃ、皆さん収益化したらお送りします。私からのプレゼントこれにしよう。で、ね、みんなまだ探さないでおいて。ちゃんとヒロチャンネル、いつのチャンネル。福さん長い。福さんの名前長い。福福マンでいいね。福福マン。では本当にありがとうございます。はい、本当に。これ横ちゃんに言って作ろうと思ってたんだけど、どうやるか相手が分かんなかったんで、これ作ってくれた。あれね、お客さんからもらったの。そうなんだ。横ちゃんのトレードマークさん。分かった。それ見えるんですか？見える見える。普通のチャンネル。なんかしかも、これには書いてないけど、なんていうんだっけ、ポイントのアイテム、目が良くなる。そうなの、そうなの、そうなの。こういう目がね、目が悪い人。そう、うん、そう、よくないところに穴が開いてるやつの、あれね、そう、あれを使うと、目が良くなる。へぇ、私も欲しい。100均で見てますね。本当に収益化したプレゼント、私これです。みんなまだ頼まないで、頼まないで。ダブルワインじゃなくて、それです。これです。じゃあ10日なんか見たら、知力は回復するみたいな。サロンド M です。いつもご覧いただきありがとうございます。また遊びに来てくださいね。